連休2日目、関東は乾燥した冬晴れとなります。まずはですね、幕張から見える外の様子をご覧ください。雲も一つもなく気持ちのいい空、快晴の空となっております。ただですね、空気は乾燥しているようなので注意が必要です。ではこの先のお天気なども見ていきましょう。さあ、時間を進めて見ていきましても、オレンジ色の晴れのところが多いです。一部ですね、北部などでは引き続き雪が降りやすい状況が続いていきます。また色では表示されていませんけれども、千葉や神奈川の南部などではですね、夜ににわか雪やにわか雨の可能性があります。空の変化ご注意ください。では改めてアイコンで見ていきましょう。広く晴れのアイコンが採用されております。ただですね、空気が乾燥した状態が続いていきますので、火の取り扱いや喉のケア、注意が必要です。また日差しが届いても気温が10度に届くところはありません。さらに風が吹くと寒い体感となります。暖かくしてお過ごしください。